イコノスタシス前での方針例の後継、神よ、何時は救を、地の中になせりは、聖教会の聖体礼儀で歌われる、祈祷文。本記事ではまず祈祷文について解説を加え、叱る後に、これを元にしたパーベルチェスの古夫作曲による成果について詳述する。チェスの古墳の曲については日本では、神よ、何時は救いを、地の中になせりは、 聖教会の聖体礼儀において歌われる祈祷文であり、教会の祭日に当たらない金曜日の両聖詩である。両聖詩とは、新品が了承する際に英体によって歌われる祈祷文であり、文句の多くは、聖本両聖詩は第73聖 A12 節を元にしている。ただし、聖教会では主日に聖体礼儀を行うことが一般的であり、 金曜日には十二大祭りや成人の祭日などを除き、修道院以外の町の教会ではまず生体礼儀は行われない。したがってこの句を一般の聖教徒が聞く機会は稀である。パーベルチスの古婦がこの祈祷文に作曲を行っている。原曲は教会スラブ語による聖教会の成果は無伴奏聖学が原則である。キリスト教音楽聖教会も 三章級ソ連では、聖教会を含めて、あらゆる宗教が弾圧されており、聖教会聖歌の作曲、演奏、録音は、限定的、例外的に活動を認可された、極めてわずかな教会、修道院におけるものを除き禁じられていた。パーベルチスのコフも、聖歌作曲と演奏を禁じられ、世俗音楽の領域に活動を限定することを余儀なくされた。九百十二年に、 チェスのコフにより作曲された合唱作品である、神よ、何時は球を、地の中になせるは、数年後のロシア革命以降ソ連政府によって、世俗音楽への専念を強制されたチェスのコフにとり、最も後に作られた成果の一つであった。初演をチェスのコフは聞くことはなかったが、彼の子供たちが、チェスのコフの英民語にその機会を得ている。神よ、何時は9を、地の中になせるは、 初版は1913年に j フィッシャーブローにより出版されたが、曲が知られるようになると、教会スラブ語歌唱、英語歌唱による多くの編曲版が作られることとなった。スコアは6セーブもしくは8セーブに構成されている。本曲は、キエフ町の旋律によった両生詞であり、第73世 A12 節に歌詞の起源を持つ。また、 水奏楽に編曲された版も存在しており、こちらの版も、西洋でも広く演奏される曲となっている。出展、プレイズ・ザ・ロード・ウィズ・ドラムズ・アンド・シンバルズ、ストリート・オラフ・バンド出展、日本人の多くには、発音が難しいが、水泳で一音節である。ガイブリンクの境界スラブ語録音3章。この後の、ディエモ一音節。ジェトモ・テンシャ・シュールが、特別するために、 別の転写とした。カタカナ転写は、教会スラブ語をロシア語風に再建したもの。ロシアでも、教会スラブ語成果に対し、アクセントのないを変化させないで歌う場合と、変化させる場合とがあるが、ここでは変化させないパターンで転写した。伝説歌集。ありがとうございます。